嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものなんでしょうね。それのニュースを聞いたときに不快感を持った自分の驚いたんですか。まずっめて一つことやめてもらっていいですか。そから明らかにあなたも感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。まあ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。<laughs> えーっと、ひろゆきさんはどこのクレジットカードを使ってますか。あ。 クレジットカード、その、さっきも言ったんですけど、その、JCB とかマスターとか、じゃあアメリカンエクスプレスとかダイナースとか、状況によって使えるカードとかいろいろあったりするので、結構いろいろ使いこなしてます。えっ、ー、と、今日たまたま寄付をしたんですけど、あの、か田さんっていうちょっと面白いおじさんがいて、で、あの、その、えっとね、本田圭介さんっていうサッカー選手が、あの、オーストラリアの森林火災の時に寄付したいって言ってて、 で、それに対してじゃあ返信する形で、その他の人にもじゃあ回すっていうので、で、あの、何の承諾もなく鎌田くさんを勝手に、あの、名前入れて寄付しろやっていう強制をしたんですよ。で、その結局鎌田くさんは寄付してくれなかったんですけど、とは、で、その鎌田くさんがなんかこんなんあるんですよ。こんなんなんか、あの、活動してるんですみたいなのがあって、で、僕は鎌田くさんに先に寄付しろよって言った手前、鎌田くさんに言われた以上は寄付しなきゃいけないじゃないですか。 <laughs> なので、あの、寄付をするっていうのをやって、で、その、まあ、1万円寄付したんですけど、で、クレジットカードが使えるのが、ビザとマスターだったんですよ。で、あの、アメックスとかダイナースの方が、あの、ポイント率高いんですよ。 そのアメックスとかだとその使った金額の1%くらいポイントがまるとか、なんかダイナースだと使った金額の2%くらいポイントが貯まるとかがあって、なのでそのアメックスとかダイナースとかの方が僕のが僕個人としては便利なんですけど、あのビザとマスターでしか寄付ができなかったのでビザを使いましたっていうどうでもいい話をしました。すみません。え、漫画やアニメからの実写化作品で一番面白いと思うのは何ですかえっとあれ、あのトム・クルーズが主演した映画で、なんだっけ なんとか切る。あの、もともとがライトノベルで、あの、小畑健さんが漫画を描いた、えっ、ー、と、多分コメントでそのうち出るんで、ちょっと待っててもらっていいですか <laughs> えっと、キムカーダシアン、違うね。いくら給付したが1万円。えー、あ、オール You Need っていう、あの、映画があって、あれはね、映画の方が面白いですねあ。ライトノベル僕読んでないんですよ。ライトノベル読んでなくて、漫画と映画を見たんですけど、 要はその、タイムループの映画なんですよ。要はその、あの、何度も何度も生き返って、同じシーンを繰り返すっていうのがあるんですけど、タイムループ映画って、その、要は、同じシーンを繰り返してるっていうのの生々しさって、映像の方が伝わるんですよ。その、漫画で同じシーン繰り返してるよねって絵を描かれても、なんか、その、コピーした感というか、あんまりなんか、その、同じシーンを苦労した感がないですけど、 映像で全く同じものを繰り返して、でもちょっとずつ微妙に違うっていうのがあると、その感覚値として、あ、これは同じことをずっと繰り返してるなっていう、その感じ方の重みが違うんですよね。 あ、すごい、これ、主観の話です、これ。<laughs> あの、客観的にそんなこと言われないって言われたら、あ、そうですよね、で終わっちゃうんだけど、ただ映像の方が同じことを繰り返して、ちょっとずつ違うことをやった時の自分の変化はどうなのっていうのの、その違いの、その少ない違いによる変化みたいなのも感じやすいので、なので、あの、実写化としては僕はオーリニーイド・イズ・キルがいいんじゃないかなと思いました。はい。 えっと、柔道訪問介護ヘルパーの一日ルーティーンがバズって98万再生。あ、そんな言ったんすかすげえ。ー。あれ、広告ついてましたっけ ?98 万再生というか、まあ、100万再生まで行くと、えっ、ー、と、広告単価0.1円とかだとね、10万円ぐらいになってると思うんで。あ、登録者数2万いったんだ。へ、えー、あ、おめでとうございます。いや、なんかその、あの、柔道、 その、えっ、ー、と、自分で立ち上がれない人の家に行って介護をするっていう動画だったんですけど、で、別にあの、僕単にコメント書いてだせなんですけど、まあでもあの、世の中ってそういう仕事があって、で、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、商売人って2種類いると思うんですよ。要は、あの、自分が物を売ってお客さんにありがとうございましたっていう仕事と、 自分がお金もらうんだけど、お客さんがありがとうございましたっていう仕事っていう。あの、いわゆると仕事ってみんなこれをごっちゃにするんですけど、要は、お金もらってる側が感謝される仕事って、ちょこちょこあるんですよ。まあ、あの、先生って言われる仕事が大体そうなんですけど、2種類しかないの。いや、2種類で分けるとって話ね。まだ細かく分けたらいっぱいあるんだけど、例えばその、学校の先生とかって、金もらって教えてるにも変わらず、生徒はありがとうございましたって言うじゃないですか。 で、弁護士とかもそうなんですよ。要はその、金もらって、じゃあそのクライアントのじゃああの、じゃあ要望をと叶えるとかで、で、たまに敗訴とかするんですけど、敗訴しても金もらうみたいな。でもありがとうございましたって言われる。で、葬儀屋さんとかもそうなんですね。その金もらって、じゃあそのお葬式やりましたっていうので、金もらってるんだけどありがとうございましたって言われるみたいな。っていう感じで、その、金もらってるにも変わらず感謝される仕事っていうのがあって、で、介護もそうなんですよ。 でその、介護って結構きつい仕事なんですけど、基本感謝される仕事なんですよね。まあたまに感謝されないこともあると思いますけど。でもその、じゃあコンビニの店員とかってあんまり感謝されないですよね。まあ僕は一応その、あの、必ずありがとう、どうもとか言うようにしてるんですけど、とはいえその、普通その感謝されない仕事の方が多数派なんですよ。で、大体感謝されない仕事ってまあ給料低いんですけど、で、感謝される仕事っていうのの方が結構あの、 ストレス溜まりづらいと思うんですよね。要はその、給料低くて辛かったとしても、そうは言っても、働けば働くほど感謝されるんですよ。でもその、ブラック企業とかの押し入れ営業とかって、働けば働くほど嫌われるんですよね。で、例えばその、証券会社とかでめちゃめちゃ営業成績いいですっていうのって、その、えっ、ー、とね、去年かなんかで銀行がファンドを売り始めたんですよ。で、 あの、要は、銀行に口座を持ってるおじいちゃんおばあちゃんのところに、この投資信託買いませんかみたいなのを売りに行って、で、えっとね98、98%かなんか損してるんですよね。要はその、売ったものの98%のお客さんって損してるんですよ。要は、これ買ったら得するんですよって言って、 お客さんに物を売って98、98%の人は損してるんですよ。だから、そこで言う、営業成績の良かった人って、要は、騙しまくった人なんですよ。だって、買った人損してるんだ要は、お金増えたらいいですよね、って言って投資信託をお勧めして、で、その人を信じて買うじゃんで、買ったら損すんだよ。<laughs> で、それをいっぱい売った人って、いっぱい騙した人なのよ。なので、それってさ、その、いや、い、まその、会社に言われてやって、 た仕事だから別に悪くはないっていう気持ちはわかるんだけどさ、どうなんでしょうね。その、人を騙して金を取るっていう生活をし続けるっていうので、全然気にしない人はいいと思うんですよ。あの、やった俺営業1位だ、成績上がった、給料上がり良かった良かった。いや、全然いいと思いますけど、なんか多くの人ってそれにストレスを感じる場合が多いんですよ。まあ、感じない人はわかんないと思うんですけど、 っていう感じで、その、世の中ってやってその人が不幸せになる仕事って結構あるんですよね。ただ、介護の仕事って必ず、まあ、必ずじゃないかもしれないですけど、99%ぐらい人を幸せにする仕事じゃないですか。なので、その仕事が楽しくやってて副収入が得られるっていうのは結構いいポジションなんじゃないかなと思いましたっていうのを、ね、話しながらなりました。すいません。 やりたい仕事か儲かる仕事、どちらを選択していますか興味と介護の点次第かもですが、職業選択の考え方や捉え方を知りたいです。えっと、儲かる仕事でも、やりたい仕事、あ、まあ、やりたい仕事は多分やってて、で、儲かる仕事は楽かどうかで決めてますね。その、儲かるけどめちゃくちゃ大変とかって、大変じゃないですか。えっと98、98%に根拠ないですけどね。これどっかのニュースで見たんですよね。あの、なんか、 にに日本銀行業界みたいな、なんかその銀行が取りまとめをしている業界があって、で、そこで売った投資信託の98%が損でしたみたいなのどっかのニュースで見ました。で、その儲かる仕事かどうかなんですけど、あの、超楽で儲かるんだったら全然美味しいからやりますと。ただ儲かるけどすげえ大変とかだと、めんどくさいから僕はやりたくないです。別になんか、あの、食うに困ってるわけではないので、あの、その、 本当僕外出ないんですよ。で、基本自炊なので、なのでお金はそんなに頑張って稼がなくても暮らしていけるので、なので苦労してまでお金欲しいとあんまり思わないですね。 えー、賃貸物件に入るのですが、家賃5万でそこそこの部屋と家賃6万だけど最高の部屋だったらどっちを選ぶべきですか在宅ワーカなので良い部屋でパフォーマンスをさせる難ん者もありですかお金の枠面だけじゃなく実質的な価値でん断すべきですかえっと多分ね、もうこの人自分の中で答え決まってるんですよね。ただ、家賃6万は最高ではないです。 <laughs> 要は、あの、6万の家に住んだ途端にもっと広い方がいいなとか、夜景が綺麗な方がいいなとか、そのなんか、あの、トイレ広い方がいいなとか、エレベーターもうちょっと早くついた方がいいなとか、いろんな、その、不満が出てくるんですよ。あの、どんな家に住んでも人は不満は生まれます。かけてもいいです。あの、100%不満のない家に住むって、なかなか難しいと思うんですよね。で、それって、その家じゃなくて考え方問題なんで、 なので、結局、自分が最高だと思う家に住んだとしても、必ずどっかに不満があるんですよ。で、ただ、最高だと思っていたにもかかわらず不満があるっていうのと、最初から不満あるよねって分かってて住んでて、で、不満があった時って、でも僕は安い家に住んでるから、お金浮いたじゃんっていう自分の中に言い訳ができるんですよ。なので、最高の部屋だと思ってお金バーンって払ったのに、なんか不満があるのってずっとストレスが溜まるんですけど、 じゃあ、不満があった時に安い部屋に住んでると、まあでも所詮安かったからね、こんなもんでしょ、みたいなので、ストレスがたまんないので、なので僕はストレスがたまらない方がいいんじゃないかなと思うんですけども。